東京都いくらちゃん。私のキスのエピソードはついこの間の話なのですが、最近気になる人と花火大会に行くことができました。しかし緊張してお互いギクシャクしながらの空気になってしまい、少し後悔が残るなという形でした。その間も花火は綺麗に打ち上がっていました。そんな花火も終わってしまい、帰るかとなり、そのまま二人で駅まで歩いていきました。その時急に彼が立ち止まり、あのさ、お前からイクラちゃんのことが、あ、じゃあ、あのさ、前からイクラちゃんのことが気になってたんだよね。ちょっと最初から寄せこれ。本編これは最初から寄せこれ。え？いいからいいから。まあ、ちょっと扱い入れといて、スルーっと言ってよ。そやな。想像、妄想、ね。そうそう、これ、イベントイメージできてたから。そやな、そやな。お願いします。私のキスのエピソードはついこの間の話なのですが、最近気になる人と花火大会に行くことができました。しかし緊張してお互いギクシャクしながらの空気になってしまい、少し後悔が残るなという形でした。その間も花火は綺麗に打ち上がっていました。そんな花火も終わってしまい、帰るかなとなり、そのまま二人で駅まで歩いていました。その時急に彼が立ち止まり、あのさ、前からイクラちゃんのことが気になってたんだよね、もしよければ付き合ってくださいと告白されました。私も答えはもちろん OK でした。そのまま近くの柱に壁ドンみたいな、そんな状態になり、でそれで抱きしめてくれて、そのまま顎をウンとされキスされました。男の人の顎クエイは反則です。電車でも潰れないように抱きしめてくれて、シャーシャー貸せよお前。なんでじゃないの。なんでそのまんまこう描写がリアルだった。顎食いは書いてあるな。顎食いは反則だよって、もうそんな、でももうドラマの世界よね。で帰りの電車なんかもやっぱ花火大会が混むからね、電車の中でこう守ってくれたっていう。まあ書いてある、書いてあることは分かった。ね。うん。とても理想的な。いや、告白されてキスやったらな、めちゃめちゃ順を追って。そうよ、抱きしめてくれて、そのまま顎グイッとされてキスをした。グイッの言い方やめろ。グイッって男の人、顎グイッは反則ですって。顎グイッ。あれ、ごめんね。何ですか今のオムラスぶりエコー。すごい、エコかかったって思ったら、もう。